出側を引っ張ることによって固定します。はい、以上が全身の、バック紙の設置方法でした。はい、ひしスタジオの石田です。今日はですね、バック紙、背景紙ですね、モデルさんの後ろによく垂らしてある紙ですね、バックグラウンドペーパーとも言いますし、ロールペーパーとも言いますけど、バック紙の設置方法を解説していこうと思います。早速まずどんな道具がいるのかっていうのを一個一個説明していきたいと思います。まず、バック紙ですね、実際に垂らす紙が、必要になってきます。これ幅が2メートル72センチの全身用のペーパーになります。だいぶ大きいですね。余裕で自分の身長よりもやっぱり幅になるんですけど、これを設置していきます。11メートル巻きと25メートル巻きがあるんですけど、結構重たいです。全身用のね、バック紙は結構コツがいるので、もしよかったら見てから設置してみてください。他にも2メートル幅のバック紙もあるんですけど、それはモデルさんの半身、上半身用の撮影とか、まあ、全身も撮れるんですけど結構ギリギリになってしまいます。あとは、1メートル36センチの幅のものがあって、それはもう物撮り用ですね。人物用っていうよりも物撮り、ものを撮影する時用の、バックペーパーになります。それが1つ目と、はい、2つ目は、オートポールです。はい、ミニオートポールっていうんですけど、実際あのメジャーなものはもうちょっとだけ太さがあります。オートポールと言われるものなんですけど、こちらはミニオートポールになります。径がねちょっと細いだけであって、長さはね通常のものと変わりません。で、要は家庭でもありますよね、突っ張り棒と同じ役割です。天井について2本ついて支柱にして、バックペーパーをここの横に這わすという感じですかね。で、この子も、畳んだ状態で2メートル10センチになります。このロック解除をするところがあって、解除することによって伸びるんですけど、最長で、3メートル70センチになります。ちょっと幅が足りないですね、もうこんな、長さです。はい、はい、このオートポールが2本必要になります。はい、続きまして、こちらの物干し竿になります。物干し竿は、ホームセンターとかで、ね、買えるもので十分なんですけど、1000円ぐらいのものです。これ4メートルまで伸ばせるものになるんですけど、3メートル伸ばせるものもあって、一応2メートル72センチのバック紙の幅には届くんですけど、ちょっとギリギリになりすぎてちょっとたわんでしまう可能性があるので、危ないので4メートルのものを使った方がいいかもしれません。はい、これね、撮影用品で別であるんですけど、全然これで代用できるので、こっちにしてます。ちなみにその撮影用品であるものは1本5000円とかするので、全然こっちでいいと思います、個人的には。はい、はい、続きまして、スーパークランプです。これが2本いります。はい、マンフロット社のものになります。これは、オートポールを掴むクランプになりますね。こうやってバシッと掴むものになります。これもね、マンフロット社じゃないものもあるんですけど、それでも全然いいと思います。銀一製とかも入ってますね。これが2つ必要になります。そして、U フックです。ロキスター製にはなるんですけど、マンフロット社のものが出てますね。マンフロット社の方が若干この肉が厚くなっていると思います。より頑丈なのかな。もうこれでもね全然十分耐えれるので、自分は安い方買ったのでこれ使います。スーパークランプに U フックを接続します。こういう感じ でもう一本、はい、このように接続します。スーパークランプでオートポール掴んで、この U フックに、バック紙を立てかけるということですね。物干し竿と、バック紙を支えるということですね。あとエレンクリップ2本です。 B クリップとも言いますけどね。これで、バック紙が空転するのを防ぐのと、突っ張り棒が空転するのを防ぎます。はい、あとここからはあったら便利なんですけど、これもホームセンターで買ってきました。鉄の棒、板状の棒ですね。これを2本、あ、2本というか1メートルぐらいのものを2本あれば、便利になります。はい、道具は以上になります。じゃあ実際に設置方法を、見ていきましょう。はい、じゃあまずバック紙の中に、こちらの物干し竿を入れていきます。で、物干し
さんも畳んでる状態だと短いので、こうぐわっと伸ばしていきます。でバランスよく両サイド側伸ばしていきます。どうですか。はい、こんな感じです。両サイドね、2、30センチずつぐらいはみ出るぐらい伸ばしておいた方がいいと思います。で、こちらのバック紙ですね、ちゃんとね、こうペローンと前にバック紙を敷き込めるように向きだけ合わせておいてください。で、実際設置するときに最低このバック紙の幅がないとダメなので、あらかじめ幅はどれぐらいなのかっていうのを見といた方がいいですね。これぐらいの幅で、オートボールを立てていこうかなと思います。で、オートボール立てる前にもうあらかじめスーパークランプとUフックですね、先ほど接続したこれを上の部分に噛んでもらいます。一旦ね、同じぐらいの高さに設置したいので、同じところにもう一対も、設置してください。はい、こんな感じでスーパークランプと U フックをオートボールに取り付けてください。 できたらですね、フックが前に来た状態の時にこのクランプレバーが外側に来るようにしておいてください。後々あの高さ調整するときに外側に来ての方がやりやすいので、ね、はい、じゃあ次はオートボールを突っ張っていきましょう。バック紙以上の長さで物の支座に引っかかるような位置で実際に、オートボールを立てかけていきましょう。はい、じゃあ実際に突っ張っていきましょう。突っ張る場所なんですけど、バック紙の幅よりも少し長めで、物干し竿よりも狭いところ、物干し竿をここのフックに引っ掛けたいので物干し竿の幅になるようにしてください。ではこの赤いロックボタン、解除ボタンですね、ロック解除ボタンを押してレバーを引き上げます。引き上げて上の部分だけ伸ばしていきます。なるべく地面と天井まっすぐ垂直に上げるようにしてください。で、突っ張った場所でこのレバーを引っ張ります。そうすると1センチぐらい伸びるので、伸びる力によって突っ張ることができます。はい、もう一度ちょっと引きの状態でやります。はい、赤いレバー解除ボタンを押してレバーを引き抜きます。で、上の部分だけ上げます。垂直になるように上げてください。はい、でくっついた状態でレバーを引っ張ることによって固定します。はい、こんな感じです。天井ね、弱いところでは絶対やらないでくださいね。天井ぶち抜いてしまったりするので、上見てもらったら分かると思うんですけど、ラバーの部分がね汚れてしまいます。このラバーの部分の汚れが天井についてしまうので、汚れが気になる方はこちらに薄い当て布をしたら汚れなくなると思います。ただ気をつけてほしいのが、当て布にするとその突っ張る力がちょっと弱まるので、そこだけ気をつけた方がいいと思います。はい、まっすぐですね。はい、もう一対もやります。はい、右側もやっていきます。はい、フックの部分が前に来るようにしてください。スーパークランプの調整レバーも外側に来るようにしてください。はい、こんな感じです。で、右側の部分と左側の部分ですね。はい、すいません、必要な道具ですね、2つ忘れてました。脚立です。3段脚立あれば当たると思います。そしてパーマセルと呼ばれるテープです。撮影の時にはね、必須アイテムです。はい、じゃあ続けていきます。はい、それではバック紙をかけていきます。一方ですね、先にフックにこのように引っ掛けます。脚立を使ってもう一方をかけます。はい、なるべく底辺になってるかどうか、確認して、で高さが違う場合はこのフックを、Uフックの高さをこのように調整していきます。これぐらいかな、これで止めます。はい、バック紙をかけれたら次は A クリップ、B クリップでこのホスターと U フックを固定します。空転防止用に使っておきます。はい、ではバック紙を、垂らしていきましょう。3箇所でね、テープ止めてるんですけど、それを抜いて伸ばしていきます。
はい、ある程度伸ばすと、重力でバック肢が手を離すとわーっと落ちてしまうので、必ずあの B クリップ、もう一つの B クリップでバック肢と物干し竿を掴んで止めてください。固定してください。はい、じゃあ、今地面までね伸ばしましたので、あとは、奥行きですね、奥行きを出していきたいと思います。だいたい3メートルぐらいあったらいいんですけど、ちょっと必死スタジオ狭いので2メートル伸ばそうかなと思います。だいたいねこれぐらいが1メートルなので、それを目安として、クリップ外しまして、うーっと伸ばします。はい、これ1メートルですね。これもう1セット、これでだいたい2メートルですね。はい、で実際に敷き込んでいきます。はい、それではバック紙を敷き込んでいきましょう。あらかじめあのこの鉄の棒だけ準備しておいてくださいね。 あればで結構です。で、幅が2メートル72センチもあるので、あの邪魔にならないようにあらかじめ物はね、あの避けておいてください。では実際に敷き込んでいきます。よし、はい、伸ばせたら鉄の棒で仮止めします。重しをですね、左右の R が、均等になるように、ここの R ですね、ここの R の部分とこっちの R 部分ですねが均等になるように、今仮止めしてます。で、しっかり止めるときにはもう R が均等になるようにしておいてください。これぐらいですかね。で、パーマセルで止めていきます。はい、じゃあまず真ん中止めて、左右ですね。はい、で、重しを抜きます。角は3箇所。で、止めといたら、止めます。あと、ここもちょっとペロってめくれやすくて、モデルさんとかも結構通るので光目に貼ってあげたらいいと思います。よくここに足引っ掛けて破れてしまったりとかするので、長めのやつを貼っておいたらいいと思います。何箇所かね貼っといたらいいと、まあ、よりベターですよね。何箇所かね貼っておいて、あの順張りされる方もいますけど、こういう感じであの何箇所か5、6箇所ぐらい止めといたら破れにくいかなと思います。はい、全身のバック紙の設置方法でした。で、仕上げにですね、モデルさんの立ち位置を決めるためにこちらの V 字の、パーマセルをあらかじめ作っておきます。モデルさんの立ち位置を示すために真ん中にまずこのように貼ります。で、もう一つを、横から奥行きですね、モデルさんの立つ位置の奥行きを貼ります。で、こうすることによって真ん中に立って奥行きはここっていうのを示してあげれるということです。はい、以上が全身の、バック紙の設置方法でした。ちょっとね、自分流にアレンジは加えてる部分はあると思うんですよ。例えば、この干し竿をね、使ってたりとか、あと、クランプに、U フックつけてますけど、そこを、ダブルクランプにすることによってこの干し竿部分も固定できる設置方法もあるので、やり方はね、いろいろあるとは思うんですけど、まあ、こんな感じで自分はいつもバック紙は設置してます。で、スタジオマンの、ね、経験がないので、スタジオマンさんの方が設置早いですし、綺麗だし、丁寧なんで、一回ね、わざ盗んでみてもいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ、今回は以上になります。それではまた今度はですね、半身用 の設置方法もあるので、そっちの方も紹介できればなと思います。あと、今回オートポール使いましたけど、次回はライトスタンドを使って設置する方法も紹介しようかなと思いますので、もしよかったら見てください。それでは、さようなら。